親やしお。おや親お、おやしお、おしおおしおは、日本海軍の駆逐艦。カゲロウ型駆逐艦四番艦である。艦名は、海上自衛隊の潜水艦、親やし初代、親やし型、親やしに継承された。親やしおは、舞鶴海軍交渉で1938年、昭和13年3月29日に帰港。1938年、 昭和13年9月20日、日本海軍、与内光正海軍大臣は、前鶴海軍交渉で、建造の本艦を、親潮、藤永伝造船所の影楼型6番艦を、夏地を、川崎造船所の影楼型7番艦を、初風と命名した。同日府で、各艦、親潮、夏地を、初風、以後第18潜水艦、以後第20潜水艦。 以後第22潜水艦、第11号総改定第12号総改定は、それぞれ官邸類別等級表に登録。同年11月29日、舞鶴海軍交渉で、本艦は浸水。同日の舞鶴港には、高尾型重巡洋艦2隻、高尾、あたご、潜水母艦、長芸、駆逐艦、四季並島が整備、修理中、朝潮型駆逐艦10番艦、 あられと、影朗型駆逐艦間一番艦影朗等を建造中だった。1939年、昭和14年12月1日、吹雪型駆逐艦6六番艦、篠野の目、艦長、金岡国蔵中佐は、親潮義装委員長に任命される、公認の篠野の目艦長は、村雲艦長、小賀孫五太郎少佐。12月7日、 マイル海軍交渉に親潮偽葬院事務所を設置、事務を開始する。1940年、昭和15年1月27日、藤永伝造船所で、カゲロウ型3番艦、黒潮が、春行、先に完成していたカゲロウ型8番艦、摂布、1月20日春行と、第16駆逐隊を編成する。5月1日、金国親潮偽葬院長は、 正式に親潮駆逐艦長、初代に任命された。5月10日、親潮偽装院事務所を撤去。8月20日に竣工。クレチンジュフ所属。8月31日、姉妹艦2隻、早塩、夏潮が同時に竣工する。同日付で、日本海軍は、影楼型3隻、親潮、早塩、夏潮で、第15駆逐隊を編成。 第十五駆逐隊司令には、初春型駆逐艦二番艦師秘書代艦長や、同系吹武器艦長、特務艦の島特務艦長等を歴任した上田孝之助大佐が任命された。11月15日、第十五駆逐隊は、第二艦隊、第二水雷戦隊、司令艦、後藤存次少将に編入。同時に、影朗型九番艦、天津風土十番艦、 ときつの竣工に伴い、第十六駆逐隊に所属していた、姉妹艦、黒潮が、第十五駆逐隊に編入される。これをもって、第十五駆逐隊は、親潮、黒潮、早潮、夏潮のかげ型四隻編成となる。1941年、昭和十六年六月十八日、第十五駆逐隊司令は、上田大佐から佐藤虎次郎大佐、前職。 第四駆逐隊、嵐、のわけ、はみ風、舞風司令に交代した、上川9月20日より、日本岸監督官。9月10日、金岡、親潮館長は、第30総解体司令へ転任、翌年3月、秋月型駆逐艦一番艦秋月偽装委員長。第22駆逐隊司令、京淳北上館長、終戦時、空母放送館長。 福音戦時代等を歴任。公認の親潮駆逐艦長は、吹雪型綾波艦長、有馬時吉中佐。9月15日、第二水雷戦隊司令官、後藤存次少将は、第六戦隊、青葉、過去、木野笠、古高司令官へ転任。翌年10月、佐保島沖海戦で、青葉大破時に戦死。公認の二水戦司令官は、第六潜水戦隊司令官伝。 雷蔵少将となった。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦時、第二水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将機関人数所属。二水戦には、親潮と同じ、影楼型編成の、第十六駆逐隊、初風、天津風、時津風、雪風、第十八駆逐隊、影楼、白縫い、霞、 あられが所属していたが、第十八駆逐隊は、第一水雷戦隊、司令官、大森千太郎少将、機関阿部熊の指揮下にあって、ナ雲機動部隊系がいたいとし、真珠湾攻撃に参加しており、別行動であった。十二月、ダバオ、ホロ攻略作戦に参加した。百四十二年、昭和十七年に一月上旬、メナド攻略作戦に参加した。以降、 ケンダリー攻略作戦、アンボン攻略作戦、マカッサル攻略作戦、クーパン攻略作戦、ジャワ南方機動作戦に参加した。一連の任務十字中の2月8日、輸送船団護衛中に 15× 両艦、夏潮が米潜水艦に雷撃され、航行不能となる。親潮が護衛する中で、黒潮による栄光が実施されたが、夏潮は2月9日に沈没。 カゲロウ型初めての喪失艦となる。第十五駆逐隊は、司令艦を、親潮に変更し、当分三隻編成で行動を続けた。3月15日、スラウェシ島のスターリング湾を出港し、クレマで空母、カガを護衛した。4月18日のドリットル空襲に対処した後、第十五駆逐隊は、フィリピン、カガヤン攻略作戦に参加。5月10日、 第15駆逐隊、親潮、黒潮、早潮は、マニラを出港し、内地気頭中の昇格型航空母艦1番艦、昇格、同艦は5月8日の35回海戦で大破、損傷中及び航空駆逐艦2隻、夕暮れ、さざ波と合流、5月17日暮れ運航に到着した。6月上旬のミッドウェイ海戦における、第2水雷戦隊は、輸送船団、 ミッドウェイ島占領部隊の護衛を担当。第15駆逐隊は、第11航空船隊、水上規模艦、シトセの護衛任務に就いた。7月には、ペナン沖で、対戦警戒活動を実施。7月5日、アリューシャン方面作戦に従事中の二水戦第18駆逐隊3隻、シラヌヒ・カスミ・アラレは、米潜水艦、グログラーに来撃され。 大損害を被った、あられ沈没、白縫いとか住みたい派高校不能。第十八駆逐隊司令、宮坂義人大佐は更迭される、後日、予備役に編入。そこで、白縫いたちとは別行動で無事だったカゲロウ型一番艦カゲロウ、十八駆逐隊を三隻編成になっていた十五、カけるに編入することになり、七月二十日府で、第十五駆逐隊はカゲロウ型四隻編成。 親やしク黒シオ、ハヤジオ、かげろうとなった。第十八駆逐隊は8月15日府で解体された。8月7日以降、第十五駆逐隊はガダルカナル島の戦いに投入された。駆逐艦によるガダルカナル島への輸送作戦、ネズミ輸送に従事する。10月13日、第三戦隊司令官、栗田竹雄中将指揮下の低身攻撃隊、第三戦隊、 金剛、春名、第二水雷戦隊、機関、伊須津、第十五駆逐隊、親潮、黒潮、早潮、第二十四駆逐隊、海風、降風、両風、第三十一駆逐隊、高波、巻波、長波は、ガトウヘンダーソン飛行場基地に対する艦砲射撃を実施、成功したヘンダーソン基地艦砲射撃。10月下旬、前進部隊、指揮官、 近藤の部第二艦隊司令長官に所属して南太平洋海戦に参加。11月12から15日の第三次ソロモン海戦における第二水雷戦隊、早塩に推薦機関、親塩、影楼、海風、高風、両風、高波、長波、巻波、天霧、餅月は輸送船団11隻を護衛して作戦に参加。 米軍機の空襲により輸送船10隻喪失、沈没6隻、4隻角座、輸送船1隻大破という大損害を受けた。11月24日、ニューギニア島の来輸送作戦に従事していた15、かける両艦、早塩が B-17 型爆撃機の空襲を受けて、沈没、15かけるは3隻編成、親塩、黒塩、かげろうになった。十一月三十日、 二水戦司令官、田中雷蔵少将、駆逐艦、長波座城が指揮する、第二水雷戦隊、第三十一駆逐隊、高波、長波、巻波、第十五駆逐隊、親潮、黒潮、影楼、第二十四駆逐隊、甲風、両風は、ルンガ沖野戦で勝利を収めるが、夕雲型六番艦、高波、第三十一駆逐隊を喪失した、十五二 親潮、残業来零本。黒潮、残業来二本は、田中司令官、長派より、高校不能となった、高波救援命令を受けたが、救助活動開始寸前で、米艦が接近してきたため、高波を残して期退した。11月28日府で、あずま少佐、吹雪型方五番艦村雲沈没寺の艦長が、親潮駆逐艦長に捕食。前、親潮艦長、 有馬時吉中佐は遊雲型駆逐艦八番艦、新派偽装委員長及び初代艦長に捕食され、同艦沈没時に戦死した1943年7月20日。12月3日、田中少将の指揮下、駆逐艦十席、31× 長波、巻五 15× 親潮、黒潮、影楼、二四区、甲風、両風、四区、嵐。 のわけ、2 7る、夕暮れで加藤へのドラム艦輸送を実施、巻波が中破する。12月7日、佐藤大佐、第15駆逐隊司令の指揮下、駆逐艦9席、親潮、黒潮、影楼、降風、両風、嵐のわけ、有明で加藤輸送を実施するが、空襲でのわけが損傷。米軍魚雷艇の迎撃により、輸送作戦も失敗した。 12月11日二水戦司令官、田中雷蔵少将の指揮下、駆逐艦部隊、秋月型二番艦正月二水戦機関、第四駆逐隊、嵐、第三十一駆逐隊、長波、第二十四駆逐隊、高風、涼風、第十五駆逐隊、親潮、黒潮、影楼、第十七駆逐隊、谷風、裏風、第二十七駆逐隊、初心と共に、 ガダルカナル島へ輸送作戦中、正月が魚雷艇に撃沈される。その後、ムンダ輸送作戦に従事した。12月26日、第15区畜隊司令は佐藤虎次郎大佐から牟田口格雄大佐に交代。佐藤大佐は翌年2月よりに推薦機関人数艦長。12月29日府で第2水雷戦隊司令官も、 田中雷造少将から小柳富次武少将、職、混合型戦艦一番艦、混合艦長に交代。この後、田中少将は、陸上部隊勤務となり、二度と会場で指揮を取ることは、なかった。九百四十三年、昭和十八年一月二日から三日、に推薦司令官小柳富次武少将の指揮下、駆逐艦十隻、長波、広風、両風、 牧波、親潮、黒潮、影楼、荒潮、磯波、電話、ガトードラム艦輸送を実施する。この作戦中に、両風が損傷。続いて、親潮も、異常振動に見舞われ、以降の作戦に参加できなくなる。第十五駆逐隊、親潮、影楼は、黒潮を、外南洋部隊、第八艦隊に残して、前進部隊、第二艦隊に復帰。1月9日、 1 5る、親潮、影楼は、特設水上規模艦、山陽丸を栄光する給油艦、鶴見を森して、ショートランド白地を出発、17日トラック白地到着。1月17日からトラックで応急修理を受ける。1月23日、小柳富継少将は、第2水雷戦隊司令官から第10戦隊司令官へ転任。 公認の二水戦司令官は、伊崎俊二少将となる。また二水戦から、長良型形巡洋艦二番艦、伊豆津、第三次ソロモン海戦で、損傷が外れ、二水戦機関は胴体に復帰した、人数に変更された。二月一日、本艦は、箱崎丸を護衛して、トラック白地を出発、二月九日に、ご到着。二月二十一日、空母。 巡洋を護衛していた 15×2 隻、影楼、黒潮も暮れに戻る。さらに、暮れ交渉において3月22日まで修理を実施した。3月31日、2隻、親潮、黒潮は内海西部を出発、4月2日到着。4月4日、駆逐艦4隻、さざ波、響き、黒潮、親潮は、大型艦3隻、空母、大鷹、大鷹大鷹沖鷹、 従順、鳥海を護衛して、横須賀を出発。4月8日夜、アメリカの潜水艦タニーが、日本艦隊を発見。襲撃するが被害はなかった。10日、トラック白地に到着して、任務を終える。トラック白地周辺の対戦相当を実施した後、4月24日府で、二水船4隻、親潮、黒潮、カゲロ楼、海風は、南東方面艦隊。 外南洋部隊に編入される。26日、第15駆逐隊は、ラバウルに進出した。1943年、昭和18年4月、ムンダやコロンバンガラ島の部隊が、栄養不良などのために戦力が低下していたため、部隊の補充交代が実施されることになり、4月29日から5月8日に、かけて、駆逐艦による6回のコロンバンガラ輸送が行われる。 ことになった。親潮、第十五駆逐隊司令駆逐艦は4月29日の第1回、5月3日の第3回と参加したが、毎回同じ航路を取ったため5月6日に、アメリカの嫌い敷設艦3隻、ブリーズ、プレーブル、ギャンブルが、ブラケット水道に嫌いを敷設した。5月7日17時、第十五駆逐隊3隻、親潮、黒潮、影楼は、 部員から第5回の輸送に出発した。三隻は、前回同様ファーガスン水道、ブラケット水道を通って5月八日午前に1時、頃に、コロンバンガラ島ビラに、イリパクし搭載人員、物資を下ろして機関車を乗せると3時10分頃に、出港した。3時49分、親潮は、アウェー島北西約0.6海里で食らい、航行不能になった。それを、 潜水艦の雷撃と考えた2隻、黒潮、カゲロウは爆雷を投下したが4時11分頃に今度はカゲロウが触雷し5時6分に黒潮も触雷して瞬時に沈没した。コーストウォッチャーズ沿岸監視員から日本駆逐艦が航行不能となって漂流中との報告を受けたマーク・ミッチャー少将は SBD19 機、TBF3 機、海 4U32 機 p 4 0 8機を攻撃に向かわせた。海 4u と tbf は、交転のため引き返したが、残りは攻撃を行い、親潮の3番砲塔付近に爆弾一発が命中した。親潮は南方に漂流し、同日17時5分にアンウィン諸島西端付近で沈没した。親潮では91名の戦死者が出た、黒潮戦死者83名。 カげロウ戦死者18名。慣例は約2年8ヶ月だった。第15駆逐隊司令、牟田口大佐屋東、親潮駆逐艦長以下生存者は近くの島へ移動。引き上げ船でショートランド白地に戻った。救助に向かっていた駆逐艦2隻、萩風、海風は速報を受けて遭難現場に到着したが、 生存者より山積沈没の報告を受けて引き返した。同年6月1日、東秀夫中佐は、親潮駆逐艦長の職務を解かれる。東中佐は、三重海軍航空隊協会を経て、1944年、昭和19年12月1日より、秋月型駆逐艦13番艦、花月偽装委員長、初代艦長を歴任。終戦後、駆逐艦、 節風艦長等を兼務して、福音業務に従事した。6月20日、影楼型三席、黒潮、親潮、影楼は、同時に除席。また、同日付をもって、第十五駆逐隊も解体。影楼型駆逐艦の名称も、知らぬ日型駆逐艦に変更された。第十五駆逐隊司令、無田口角闘大佐は、横須賀鎮樹夫婦となり、 8月18日より、軽巡洋艦、大淀艦長に捕食された。後日、伊勢型戦艦一番艦、伊勢艦長へ転任し、呉軍港空襲に蹴る、同艦隊時に戦死した。本艦乗組だった、重本俊一中尉は、戦艦、長と乗組を経て、以後第47潜水艦偽装員及び、初代航海長となる。イ47潜水艦長、 降りた吉嗣少佐の指揮下、人間魚雷、回転作戦、原作戦、菊水隊 E47 には、西名石を注意以下4名上下に従事することになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。